5月4日、一本松交流促進センターをメイン会場に第41回一本松少年剣道大会が行われました。先生、我々選手一同は日頃の練習の成果を十二分に発揮し、日頃支えてくださる先生方、仲間、家族への感謝の気持ちを胸に、先生堂々全力で戦い抜くことを誓います。令和元年5月4日選手代表一本松剣道会主将山口ひかる。この大会は少年剣士たちの心身の鍛錬と健康増進、また技術の向上などを目的に毎年この時期に開催されています。今回の大会には四国4県と広島県から小中学生およそ700人が参加し、個人戦と団体戦が行われました。会場では日頃の練習の成果を十分に発揮しようと白熱した試合が展開されていました。